ングでディスプレイコーナーを開き、そしてジブリルも来るという素晴らしいです。めっちゃ笑った。可愛い、可愛い。ありがとうございました。引き続き、じゃあヒーローインタビューも行っていきたいと思いますが、山口選手、引き続き、じゃあヒーローインタビューも行っていきたいと思います。頑張って言っといたらよかったですね。さあ、ということで、大事な一戦を戦いまして、ホームで見事勝利しました。今のお気持ちはいかがですか？いや、もう、スタンス嬉しいです。手も切られて、良かったです。もう、10月にとって、この苦しい状況を救いたいと思ってたので、それはできてます。見事なシュートでした。あれは狙ってたんですが、ちょっと自分で振り返っていかがでした？いや、最初パス出そうかなと思って、ゆうちょう君が走ってくれたのを使おうかなと思ったんですけど、まあ、中にトラップしたら、相手がゆうちょう君についていったんで、もうこれ狙えるなと思って、まあ、あとはまた、正しくなってもらいます。素晴らしいシュートでしたよ。8割ぐらいの力で、あれ決まった時の自分の感覚はいかがでした？いや、まあ、さらに嬉しかったですし、いや、まあ、オリンピックとかも一般でしたし、あれはね、そうしたんですね。まあ、季節も決めれたんで、まあ、いい感じで決めたかったです。でこの大事な一戦を勝ち取って、ここから9月の戦いになるということになりますが、一個一個が決戦になります。ここからに向けての意気込みをここでもらえますか？まあ、今日の相手は15戦負けなしということで、まあ、手強い相手でしたけど、まあ、しっかりと勝つことができて、まずは逆に自分たちがここから無敗でいけると思うので、しっかりと自分の攻撃に。この暑い中、たくさん応援に駆けつけてくれたことが、やっぱり僕にとって一番力になったんだと思うんで、これからもたくさんスタジアムに来て応援してください。よろしくお願いします。まだまだ1回勝った、でも気が利かません。今日は一丁締めにどうでしょうということですが、サポーターの皆さんいかがですか？一丁締め知らないですか？よーわで、ホタル君がよー、勝った時の勝利シールをですね、今日は添付していただきたいと思うんですが、おー、多いだったのがよー、バーンって貼ってください。勢いよく貼ってください。で、9月全勝を目指して、じゃあ皆さん、いきますよ。じゃあ皆さんは一丁締めで、じゃあお手を拝借、いきます、よー。